はい、皆さんこんにちは。スペースビジネス編集長の太田です。いかがお過ごしでしょうか。宇宙ビジネス超入門者向けに世界や日本で起こった宇宙ビジネスのトピックニュースを一つですね、一つご紹介します。号外ニュースになりますが、本日は NASA アルテミス計画第2弾月周回の宇宙飛行士4人を発表について述べますね。4月3日に NASA はアルテミス計画第2弾月周回の宇宙飛行士4人を選定したと発表しました。新型宇宙船オリオンにとって初めての有人飛行となります。早ければ2024年11月頃、4人の宇宙飛行士は約10日間かけて月を周回し帰還する予定となっています。2022年12月に行われたアルテミス計画第1弾は、新型宇宙船オリオンが約25日間にわたる月周回の無人試験飛行に成功しました。2025年頃予定しているアルテミス計画第3弾は有人月面着陸となりますが、白人以外の宇宙飛行士の選定も予告しております。第2弾で登場する女性のクリスティーナ・コック氏や黒人のビクター・クローバー氏は第3弾でも有力候補になると思います。有人月面着陸は1972年のアポロ17号以来半世紀ぶりとなります。米アポロ計画で月面着陸した12人の宇宙飛行士全員が米国人の白人男性でしたので、今回は多様性を尊重しているのが分かりますね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。上にマークでお願いします。